リマモル神は中国東大の管理である。リマモル神の名前は大陸側の資料には見えず、日本初期の以下の箇所にのみ現れる。671年クダラの沈賞、竜神岩、リマモル魔党を剣して表登る同年7月11日当人、リマモル神島、クダラの死人島、波にまかり返かりぬ以上の2箇所である。半年間の滞在の間で、 具体的にどのような交渉をしたのか、はっきりとしたことはわからない。なお、竜神ン,ンは668年8月に、高栗戦において、兵を投入させたため、要州に流罪にされている。そのため、この時、リマモルマが偽って、派遣主として、竜神ンの名前を挙げた可能性が大きい。6月4日に、くだらの三部の詩人が要請した軍事についての、大瀬事があった。 と、初期にはあり、2月23日、6月15日と、九だらが蝶を献上したとの記述があるため、党が当時交戦状態にあった白木対策として、和に軍事的な要請をしてきたことが伺われる。この後、同年11月には、各武装が大戦団を率いて、対島に現れている。天智天皇が崩御したのは、同年の12月3日のことであった。ありがとうございます。